河田正宮美、河田正宮美、河和田優が、1985年10月15日台は、日本中央競馬会所属の騎手。総祖父、河田若渡るが、佐賀競馬場所属の騎手で、祖父、河田俊美、父、高吉は、佐賀競馬場の現役、叔父、宮浦正幸は、大井競馬場の現役が、長教師という競馬一族に生まれる。 同じく JRA 所属のサメシマ・リョータとは幼稚園時代から先輩後輩の関係。妻は元タレントの大塚明。2016年7月より芸能プロダクションのホリプロとマネジメント契約を結んでいる。2004年3月7日、立党安田孝之旧社所属の騎士として中京競馬第二競争のシュアリーゴールドでデビューし、 15等立ての5着に入る。初勝利は3月20日、阪神競馬第8競争のホーマンルーキー。1年目は16勝で終わるが、人気薄の3着が多く、その頃からも穴騎手として注目されていた。とりわけ500万円以下クラスの3着率が高く、1年目の3着17回の、うち12回は500万円以下クラスでのものであった。 2005年は成績を大きく伸ばし、39勝を挙げた。しかし特別競争での勝利は、前年のゲバルトの子東特別と永新平べの大堀特別の2勝のみで、依然としてアナ騎手という印象が強かった。2006年からはフリーの騎手として活動している。小倉大将店をメジロマイヤーとのコンビで逃げ切り、重賞初制覇を達成する。 さらに中京記念では、街カネオーラとのコンビで豪快にめくり、重賞2勝目を挙げた。そして、東京優秀、日本ダービーで、初めての GI 級競争起場を果たす、スーパーホーネットで15着と、その直後のメグロ記念を、ポップロックで勝利した。同年9月30日の中京競馬第4、競争で落馬し、右頭骨骨幹部骨折。 右弱骨頭脱臼という大怪我を負った。2007年1月6日の京都競馬で復帰するまで長期休養を余儀なくされたが、この間見るとイライラするので競馬は見なかったという後日のジョッキースペシャルトークでの発言。2008年4月20日第68回札起賞をキャプテントゥーレで制覇し GI 級競争及びクラシック競争初勝利を飾った。 2009年11月3日、名古屋競馬場で開催された第9回、JBC スプリントを数二で制覇し、交流重賞競争初勝利を挙げた。2006年には関西機種リーディング11位、2007年には同8位、2008年も同8位に入るなど、若手としてトップクラスの活躍を見せている。また接戦に強く、2006年に写真判定になった。 最の勝率は十回以上機会があった機種の中で第一位だった。二千十一年十月三日、第四十四回スプリンターズステークスにおいてダッシャー5号に帰乗、第二着に入選も四着に入選したサンカルロの進路を妨害して第四着に降着。二千十年十月九日から十月十七日まで四日間、帰乗停止処分の制裁を受けるが、 その期間に入る前の10月6日、大井競馬で開催の東京坂月、J ープニーに数位に帰乗し、5着に敗れ去っている。2011年11月20日、6回京都6日、第8競争にて永新七つ星で勝利し、自身初の年間100勝を達成。2012年の優秀品馬において、帰乗停止になった岩田厚生の代打として、 大歌商馬ジェンティルドンナに起乗し優勝。初の品馬クラシック勝利を挙げる。同年8月25日に開国ら第8競争にて、ブロックンに起乗。第4コーナーで、藤岡孝太騎手起乗のサマーハピネスの走行を妨害して、転倒落馬させ、さらに、後続3頭に影響を与えた。9月1日から9月9日まで4日間、起乗停止処分の制裁を受ける。 2013年8月25日、新潟2歳ステークスで、同郷、佐賀県出身、松田博士級者が管理する、ハープスターに起場し、最後方から、豪快な追い込みを決め、後のさつき商売スラボにいたらを下し優勝した。10月12日4回京都3日、第7競争、3歳500万下をマラネロで制し、本年最速自身2度目の年間100勝を達成。 最終的に120勝を挙げ、JRA 最多勝利は逃したものの j r a 最高勝率を獲得。この年は年間100勝達成者が7名おり、その中で GI 未勝利は川田と北村博士年間101勝のみである。さらにこの年は自身初の JRA フェアプレー賞を獲得している。二千十四年四月十三日第十四回大歌賞で、 ハープスターに帰場し優勝。同年10月5日、ハープスターで凱旋門賞に初帰場したが、6着に敗れている。11月16日、第39回、エリザベス上杯で、ラキシスに帰場し優勝。デビュー以来初めて、JRA の GI レース年間に2勝目を挙げた。この年は、成績自体はやや落ちたが、副勝率は自己最高を記録している。 2016年5月29日、第83回日本ダービー、東京優秀で幕引きに起乗し優勝。ダービー初制覇とともに、史上8人目の3歳オスメスクラシック、競争完全制覇を成し遂げる。太字は GI、J プニーを指す。2018年2月25日現在、JR 駅主名館より、CM、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。